はい、毎日折り紙です。皆さんこんにちは。本日は折り紙で、ドラゴンを折っていきたいと思います。多分前回もドラゴンっていうのは折ってると思うんですけども、その時は1枚の折り紙で折る折り方を折りました。で、今回はですね、3つのパーツから、ドラゴンを折っていきたいと思います。まあ、1枚で折るっていうのは折り紙にとっては、なんか、すごいって思うポイントかもしれないんですけども、リアリティを追求するんであれば、パーツを分けて、今回折った折り方の方が、リアルに、折れるんじゃないかなと思います。見た目もかっこいいです。で、まあ、普通に今回は赤で分かりやすく折るんですけども、赤で折ると、まあ、レッドドラゴンであったり、黒で折ったらブラックドラゴンであったり、青で折ればブルードラゴンとか、そういう風に分けて折っていただいてもいいかなと、好きな色で折っていただければいいかなと思います。で、裏はね、両面じゃなくて白の方が、ドラゴンっぽく折れると思いますんで、用意してください。で、パーツの紹介なんですけども、25センチの折り紙を使います。で、その25センチの折り紙を4分の1にしたものの半分ですね。こんな感じです。はい。では、これの4分の1にしたさらに三角形のパーツを一つと、この三角形を半分にした長さのですね、四角形の折り紙ですね。はい。この大きさを用意してください。なんで、25センチの折り紙を、まあ、2枚あれば、こちらが用意できます。はい。まず、この折り紙のパーツを用意してください。で、今回はちょっと長い動画になってしまうので、前半後半の2パーツに分かれて動画公開となります。はい。じゃあ、パーツはこんな感じです。はい。それではですね、各パーツごとに折り紙を折っていきたいと思います。で、今回の、動画なんですけども、まずですね、この、四角と三角、ちょっと四角、これ15センチの折り紙で今回、動画なんで折っていきます。はい。わかりやすく大きな折り紙で折っていきたいので、まずですね、三角の紙を用意します。大きさは25センチの折り紙の4分の1にしたサイズのさらに半分の三角です。これは実際15センチの折り紙なんでちょっと大きいです。まあわかりやすくいきます。はい。まずこの三角の部分で翼を折っていきます。こちらですね。はい。まずは半分に折り目をつけます。今回は、この翼の部分と顔の部分ですね、こちらを折って、次回で体の部分を折って、それを組み立てて完成というような感じになります。はい、はい、まず真ん中に折りました。そしたらこの真ん中の折り目に沿って折り紙を畳みます。ね、最初白くて見えにくいんですけど、こんな感じです。はい。裏返しにします。そしたら、下の部分を上に折ります。はい、こんな感じですね。そしたら、この上の部分をこの1枚2枚まとめて、ここを下のラインに合わせております。まとめてです。ここがちょっとまとめておるんで大変かなと思うんですけども、まあ普通に折っていただければと思います。
こんな感じですね。はい。したら、開いて反対側も同じように折ります。そしたら今折った折り目を両方を折ってあげると真ん中にこんな感じで作れます。はい、そしたらどっちでもいいです、これは。はい、こんな感じですね。はい。はい。そしたらこの状態になったら裏返します。そしたらこの紙を上に上げちゃいます。表はこんな感じ、裏はこんな感じです。はい。そしたらこれを畳みます。畳むと三角形になります。そしたら、今、この三角がついてるんですけども、ここの縦のラインに合わせて、斜めに、こう折ります。今折ったところで中折りします。そうすると、こんな感じです。はい。そしたら、折り目をつけていきます。まず今、ここについてる折り目。もう、ここに1個折り目ついてますね。それを、折ります。こっち側も同じように折ります。はい、で、開きます。そうすると、ここで1個折り目がつきました。そしたら、今度、こっちの縦を、下のラインに合わせて折り目をつけます。はい。で、戻します。そうすると、2個折り目がつきます。1個、2個。はい。で、こっちも同じです。2個。はい。そしたら今度この下の部分を表にこう見るようにしてください。で、広げると、これで羽の形っぽくなりました。あとは、ここの羽の形を調整します。で、こういう風に持ちます。持ったら、ここの内側を5ミリぐらい折ります。そうすると、平らにならないんです。平らにはなりませんよ。5ミリぐらい折ります。はい。こんな感じ。で、こっちはね、しっかり潰しちゃって大丈夫なんですけど、こっちは潰さないでちょっと、こう、浮くような感じにしてください。はい。こんな感じ。で、反対もそうです。こっちを折ります。で、こっちは潰しちゃっていいです。こんな感じで。だからこっちは潰さないように折ります。そうすると浮いてるようなこんな感じになります。浮いてますね。はい。そしたらこれをちょっと広げてもらって、内側のこの紙も同じように、同じところで折ります。そうすると羽が、こんな感じで、なんだろう。恐竜の羽の先っぽくちょっとかっこよくなるんですね。はい。こっちも同じです。畳みます。するとこんな感じで。ちょっと恐竜の羽っぽくなります。はい。
で、あとは、これで形を整えてあげると、まあ、羽の形っぽくなります。はい。で、最後に、ここの出っ張りを、先っぽをね、ちょっとだけ後ろに入れちゃいます。はい。はい、これで、まず、レッドドラゴンの羽ですね。これの完成です。あとは、羽の形を整えて、パーツの一つ完成ですね。はい。で、実際のサイズで折ると、まあ、ちょっとちっちゃい感じかな。こんな感じになります。はい。で、次はですね、この、レッドドラゴン、まあ、ドラゴンの顔の方を折っていきます。はい。で、次なんですけども、次はこちらの15センチの折り紙を使って、ドラゴンの顔ですね。顔の部分を折っていきます。実際の大きさは、これよりも、これの4分の1以下のサイズになってしまうので、かなり小さいです。なんで、まずは、この15センチの折り紙で練習してから実際のサイズで折ってもらった方がいいかなと思います。はい。ではですね、まずこの15センチの折り紙を、まずは三角形に、半分に折って折り目をつけます。折り方自体はそこまで難しくないんですけど、やっぱ、紙のサイズがね、小さいんで、そこが難しいですよね。で、半分に折り目をつけます。つけたら、今度は三角に折ります。そしたら今度下の部分を上に折ります。二つ重ねて折ってください。多分この15センチの折り紙で折ると結構簡単に折れます。はい。そしたら上の一枚だけ戻します。そうですね。そしたらひっくり返します。ここの三角があったら、ここの三角に対して、この下2つを合わせて折り目をつきます。感じですね。で、今度こっちも折り目をつけます。今はね、折り目をつける作業ですね。はい、折り目が付け終わりました。こんな感じです。はい。そしたら、角を下に合わせて、これも同じように折り目を付けます。感じで。そしたら、今はこの真ん中の線に上を持ってきたんですけど、それを今つけた折り目のところまで持ってって、さらに折り目をつけます。そうすると、こんな折り目になります。で、わかるかな。この三角の角と角が当たるラインでまっすぐに折ります。ね、このライン見る。ここのラインで折ります。
を折り目をつけるだけです。はい、そしたら戻します。折り目つけましたね。そしたら真ん中で畳みます。ですか。中はこんな感じで折り目です。で、畳んだらこれを半分上に上げます。大きいとね、すごい簡単に折れると思いますので、はい、こうですね。そしたら今度ここを半分に対して折ります。この折り目をつける感じですね。はい、こっちも。今この2箇所折りました。さあ戻します。そしたらこの折り目に沿ってこれを内側に入れちゃいます。こんな感じです。こっちも同じように今つけた折り目に対して内側に、入れます。はい、そうするとこんな感じです。はい、そしたら今度ここにもつけたところを外に折っちゃいます。こっちも外に折ります。よいしょ。はい、こんな感じです。そしたら反対にしてください。そしたら今度この角をちょっと見にくい、ここのこれとこれの交わるこの点のところまで折ります。こんな感じですね。はい、折ったらこことさっきラインを引いて折ったところの折り目に合わせて折って折って段折りをします。はい、段折りをしたらこんな感じ。そしたらひっくり返します。だから今度この角の部分を真ん中に合わせて折ります。こっちも折ります。多少ちょっとキツになっちゃうかなと思うんですけど大丈夫です。キュッと折ってください。はい、はい、こんな感じです。そしたらこの角を上に上げながら白い部分を折ります。はい、こっちも上にこの筋で上げながら縁を折ります。ちっちゃいとここは難しいかもしれないです。はい、こんな感じになります。そしたら中のこの紙を引っ張り出します。こっちも中の紙を引っ張り出します。はい、そしたら今度ここの部分ですね、内に開いたら
この三角のところに合わせております。はい、でも内に中から開いて紙を、ね、切らないようにしてくださいね。よいしょ。よいしょ。で、ここのサインですね。もう折り目がついてますんで、この折り目に沿って畳む。はい。そうすると、よいしょ。はい、こんな感じです。裏から見るとこんな感じですね。そしたら今度白い紙、これも引き出します。ここの白い紙ですね、これを引き出します。よいしょ、はい、こっちも白い紙を引き出します。はい、そうするとこんな感じになります。したらこの白い紙引き出したのをこの後ろに折り込みます。後ろで畳んで折っちゃいます。こんな感じで、はい、そうするとこうですね。こっちも同じように後ろに畳んで折ります。はい、はい、こうですね。すると、まあ、これが口になるイメージ。ちょっとずつドラゴンっぽくなってきたのが分かっていただけたかなと思いますね。はい。そしたら、今度は角の部分を、これを少しだけ残しております。これはもう好きなように折ってください。はい、こっちも。少しだけ。紙がね、結構重なってるんで、ちょっと硬いです。で、角を今回2本です。2本。で、角を4本にしたい場合は、ここに切り込みを入れて、紙を切ってください。そうすると角が4本になります。はい、こんな感じで入れました。そしたらこの裏見てください。これがありますね。これをここの角と角をぶつかるところで内側に畳んで折ると、さらにもう一本角が、ちっちゃな角が出てきます。はい、はい、そしたらこの部分は完成なので、この前の部分、鼻ですね、鼻を折っていきます。これをまず半分、四角、半分じゃねえか、先っぽをちょっと折ります。先っぽを折ったら、折ったところから中を広げながら潰して鼻を広くします。こんな感じです。まあ、ここは見にくくてすいません。ちょっと、はい、こんな感じですね。鼻、そしたらここまでいったら半分に折ります。こんな感じですね。はい、ちょっとドラゴンっぽくなってきました。はい、そしたら今度口を作ります。まずこの部分ですね、これをこんな感じで下に折ります。こう口が開くように。そしたら今度はここから
こんな感じで中割り折りをします。そうすると口っぽくなったでしょ。で、これだと平たいんで、これをここをね、内に折ります。ここがね、15センチの折り紙だから結構綺麗に折れるんですけど、これが実際は多分5センチぐらい角の折り紙なんですね。そうなるとかなりちっちゃいです。まあ、ちょっと完成品と比較してみてもらえればなと思うんですけど、はい、はい、そうするとこれを広げてもらうと口っぽくなってきます。はい、あとは形を整えて口っぽくしますね。形を整えて口っぽくします、ね、なんか口っぽくなってきたでしょ。はい、で、あとですね、これでほぼ完成なんですけど、鼻を上げてもいいし下げてもいいです。それは自分の好みで。私ちょっと上がってた方が好きなんで上げます。あとこの、ここの角の出っ張りですね。これを、角を内に折ります。内に折ります。はい。で、あとは角を、角の形も好きな形に変えてください。ウェーブをつけたりとか、はい、これでドラゴンの顔の完成です。実際15センチの折り紙で折るとこれです。で、正しい折り紙で折るとこんな感じの顔ですね。はい、このサイズまで小さくなります。まずね、ちょっと15センチの折り紙で折ってもらってからこれっていう方がいいと思います。はい、はい、ではね、第1回目前半のドラゴンの折り方はこちらになります。はいですね、今回前半はですね、顔と羽の部分のパーツを折っていきました。で、次は体の部分を折ってこの2つをつけて完成という形になります。はい、ではまた次回ぜひご覧ください。さよなら。